扇には15センチ角の折り紙を使います。内側が表になるよう半分に折ったら、真ん中に合わせて両側から折ります。次は真ん中から外に向かって半分折り返します。裏返して真ん中に合わせるように折ると蛇腹折りができます。これを半分に折って先から1センチぐらいのところに目打ちで穴を開けます。下に段ボールなどを敷き、折り紙の方を回すと穴が開けやすいです。目打ちが向こう側まで通ったら持ち上げて、さらに穴を大きくします。長さ45センチの水引きを半分に折り、折ったところを持って穴に通します。一番端を裏側からセロテープで留め、扇を広げていきます。反対側も同じようにテープで留めたら、真ん中を合わせてぴったりとテープで留めると、扇の出来上がりです。